<Everyone> 今回は、えー、海外の可愛いペットを通して英会話を学ぶというのをやってみたいと思います。今回取り上げるのはドイツに住んでいるマヤちゃん、サモエド県で女の子です。アジア系の飼い主カレンと一緒に動画を撮っています。今回取り上げたのはタイトルが Send this to a sad friend.、えー、寂しがっているお友達にこ,れ、まあ、この動画を見てもらってね、送ってねというタイトルです。この動画のチャンネルの URL を下に載せておくので、どうぞご覧ください。今、まあ、SNS とかでやり取りをするときに、えー、普通の英語じゃない英語が使われています。You、が、えー YOU U がたただだの U だっっりいいいいいろいろそういう,う面白い遊びをやっています、ね、日本ではワンワンって鳴くんですけど、えー、アメリカではバウバウと言うんですねだからバウ・イングリッシュという場合もありますけれどもこれを皆さん Guess what?、えー、想像力を使ってこのワンちゃんのが何を言いたいのかを当ててみてください では始めましょう。Hello! っていうのは、Hello! こんにちはってことです。How do you are sad today? さあ何でしょう ?Don't worry.I fix. I have a gift for you. Oh, wait, got the wrong one. これが正解ですね、バラの花。I hope you love it.Love.LUV これは、love、l o v e l o v e のことです。いかがでしょうか海外のペットから英会話を学ぶっていうのをやってみました。本当、いろんなのがありますから、またいくつか取り上げてみたいと思います。 どうかあのあ皆さんもこのマヤちゃんの動画を見てこう楽しく堅苦しくんじゃなくて楽しく、えー、やってみてください一つでも二つでも単語が学べれたらいいと思います他のペットも紹介しますが今日はドイツにいる、えー、女の子のサモエド犬マヤを取り上げましたご視聴ありがとうございました